エステさん、人類の神様っていうところからなんですけども、私もね、ホームページが作れなかった頃っていうのは、どうやったらホームページ作れるのかなとかね、どうやったらいい、まあ、あの、インターフェース引けるのかなとか、あまあ、あの、プラグイン作れるのかなとかね、どんなデザインがいいんだろうかとか、ほんと四六時中考えてましたよね。うん。で、結局私はそんなレベルの高いものではなくって、あの、情報が伝わればいいやと。内容がいい情報なら、 デザインが悪くても、まあ、一定数伝わるんではないかなと。逆に、見た目が良すぎると、内容の良さってのが、まあちょっとね、半減するんではないかなと思ったぐらいなんですよ。まあとにもかくにも、四六時中、どうやったらいいサイトが作れるかなとかね、どうやったらサイトの量産ができるかなって考えましたね。だからね、できないこととか、まだできてないことって、うん、やっぱ解決のために頭の中巡るわけですよ。大学受験の時もそうなんですけども、開けてもくれても大学合格するかなとかね、 数学の公式これで十分かなとか漢字はもう一回やった方がいいんじゃないか英語の長文っていうのは本当にできるかなとかねそういうふうな不安があったからとにかく寝ても覚めてもやっていたって感じなんですよだから白口出る話題は受験ですよねうんであの体をやってた時も同じなんですけどもこう攻められたらこうかなこうかなと頂点こうかなとかねいろねまだ技が身についてない時って四六時中そんなことばっかり考えてましたよね。 でも、受験のことにしても、その、IT のリテラシーにしても、その、武術のことにしてもね、もう四六時中悩んでいて、四六時中その話題をポツポツポツと言っても、お前いい加減にしろよと言われなかったんですよね。だけども、お金の問題ですよ。お金の問題に関してあ、どうやったらこれお金返せるかな、どうやったら儲けられるかな、どうやったら多くの人にもっと商品受け取っていただいて、入金を早くいただけるかな。 もうちょっと儲かる商品ないかなって考えるとお金のことばっかり言うなよみたいなね実際に言われたことはないんですけども言われそうな気がしてなんかねちょっと怯えちゃうところがありますでもやっぱり解決できてない問題って真剣に考えてる人なら白口ずつそのことを考えてるんじゃないかなっていうのはやっぱり変わんないんですよだからお金の問題解決もしてないのにうん金のことばっかり言うなとかね金に汚いっていうのは何なんだろうなと思うんですよね お金の問題をクリアして、あ、なるほど、お金ってこういうもんだったんだと。こうすれば、お金を多く得ることができて、こうやったら無駄なお金をね、放出してしまうことになるのかって、ある程度分かってきたらあ、結構ね、お金のことガツガツしなくなるというか、まあ、きちんとお金をね、値引きなしに払って、何か購入するとかっていうふうにもなりますし、うん、それから、あの、売るときでもね、ちゃんとした値段をつけようと思うようになるんですよ。 で商品やサービスの値段をつけた時ってあのやっぱり基本的には商品を売り続けてる人の方が物の値段のつけ方って上手なはずなんですけども商品売ったこともない人がねやっぱ高いだろうなんだろうっていうわけなんですよいやでもプライスのバランスって誰がセンスあるかなと思ったらやっぱり今まで商品を売ることに成功し続けた人の方が商品単価のつけ方は上手なんじゃないかなと思うんですけどねいいずれににししててももお金のの問題解決もしてないのに お金のことについてちょっとね話題がちょっと少なすぎるんじゃないかなって気もしますよねえ特に即果塾入ってもらって稼ぎたいと思ってきてるのにじゃあ稼ぐ行動なんかしてるんですかっていう時になんか何もしてないような感じがしてねじゃあせめて一番簡単な YouTube とかポイントサイトからやりましょうつったらなかなか時間がねーとか言ってねあの時間使わないとお金ってできませんよ うん、だからなかなか時間がねえっていうのは生涯に限られた時間っていうものそしてその時間をお金に転嫁していくそのお金をどん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 ね見過ごしてるってことになるんじゃないかなと思うんですよあの私もねお金の問題をせっこく細かくは言いたくないんですけどもだって小さなお金に対してね小さな問題を素通りする人に対してはその小さな問題を指摘するしかないじゃないですか、うん、でかいお金の問題っていうのはね確かにありますけどもそれは小さな問題を解決できるからこそ 大きなな問題に挑めるんんでであってその逆はないんですよねギャンブルですよ小さなお金1,000円1万円を稼いだことがないのに100万1,000万をなんとかしたいと思うのはこれね博打なんですよちょっとそこをね勘違いしないようにした方がいいんじゃないかなと千里の道も一歩っていうのはどんな大きな目標も小さな一歩を解決するところから始まるだから1億円だってね1円を稼げる人が次の第一歩を踏みしめることができると思うんですけど違いますかねということで今回は以上です。